皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は1月9日火曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。再び闇市へ向かったさよちゃん、また米兵からチョコをもらえたかもしれないのに、それを無視して宝くじという夢を買う。これがこのドラマのテーマだと思った。うなぎを腹いっぱい食べたいと言ったさよちゃん、チャップリンではお腹は膨らまないと言ったさよちゃん、そんな彼女が夢を買う。そして鈴子たちはたくさんの人たちに夢を見させる歌を歌う。自分ももしかしたらというワクワクする夢。もしも宝くじが当たったら、日本にチャップリンを呼びたい愛助さん、うなぎをお腹いっぱい食べたいというさよちゃん、そして鈴子はさよちゃんの気持ちを汲んであげて、ほんまはわてもうなぎがよかってんと言った。鈴子の本当の望みは何なんだろう。さよちゃんは今まで何か夢を持つということすらなく生きてきたんだね。鈴子に弟子入りを願い出た時も、歌手になりたいというより、歌手になれば食べていけるだろうと思ったのかもしれないな。昔からさよちゃんは相手が誰だろうと一切構わず向かっていってた。これまでは生い立ちの不遇のせいで負のイメージが強かったけど、進駐軍とのやり取りを見ると、これからの世の中ではそれが強みになりそうだと思った。1枚10円で1等は10万円。昭和20年10月に販売された宝くじは確かにあったけど、人気があって偽物も販売されていたんだよね。さよちゃんが買ったのが本物ならいいのだけれど、ちなみにさよちゃんが3枚、米兵が1枚買ってくれたので、全部外れても外れ券4枚はタバコ10本と交換できたみたい。チョコレートやグッドラックという言葉を聞くと松永さんを思い出してしまいますよね。彼の優しさに惚れてしまった鈴子は涙を飲むことになったけど、はてさてさよちゃんはどうなる？チョコレートも宝くじもくれる米兵に全くなびかないさよちゃん。松永さんを好きになったかつての鈴子は、やっぱ恋に恋する甘いお嬢ちゃんだったのかもね。朝ドラカムカムエブリバディの闇市にも並んでいた日米会話手帳。本作では日米会話手引きとして本の中身まで再現されていて、相変わらず美術さんの仕事が細かい。幸あれは日常生活で使っていきたいね。チョコレートを配る進駐軍はもはや朝ドラ準レギュラーだけど、チョコを割ってちゃんと全員に行き届くように配る丁寧な進駐軍は初めて見た気がする。定劇が再開するのを決めて、その2週間後に公演。現代なら考えられないスピードだけど、再開も進駐軍の許可がいるだろうし、そこも急に決まったんだろうな。定劇の人が粘り強く交渉したのかも。巡業公演中に東京で大規模な空襲があったと知らされた時も、まず鈴子に歌えますかと聞いた山下さん。今回も定劇の復活公演を受けるかどうか、まず鈴子に確認してくれましたね。まっすぐな人柄が出ていて好感が持てますね。愛助さんがチャップリンを呼ぶという夢を語れるのは、さよちゃんほどに飢えていたことがないから。衣食住が確保された生活を送っていたので、
それより一段階上の夢を見られる。もちろんそんな愛助さんの夢だって素晴らしい。鈴子の言うように夢にかっこいいも悪いもない。日程劇場が日劇をモデルとしているなら、他の劇場より遅れて11月の再開となったのは納得。日劇は空襲でも大きな被害に遭わなかったものの、戦中は劇場内を風船爆弾の製造所として客席は撤去されており、復旧作業に手間取って再開が遅れたらしいです。愛助さんは裕福な家で大事に育てられた子、鈴子は貧しくも愛情深く育てられた子、さよちゃんは何も与えられず一人でがむしゃらに生きてきた子、育った環境が全く違う3人が本当の家族のように仲良く暮らしているのを見ると胸がいっぱいになるな。両親と子供のような、いやむしろ兄弟かな。戦後の混乱期に宝くじを買っちゃう鈴子、血のつながりはなくとも確かに梅吉の子だよね。大金がかかっていて、でも質素で、それでいて現代的観点からすれば健康的に見える食事、ついに雑炊から脱却かと思い、ご飯をよく見るとご飯粒が崩れていて、当時の食料事情を反映している。愛助さんと出会ってなければ、かつて好みのタイプがペリー提督だった鈴子はチョコを配っている米兵にぞっこんだったんだろうな。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。